和歌山信愛女子短期大学は、和歌山県和歌山市愛坂702-2に本部を置く、日本の私立大学である。1951年に設置された。大学の略称は、和歌山信愛。学科取得資格について、資格教職家庭付属機関キャンパス内に、文部科学省による、地の拠点整備事業により、和歌山市から派遣される、保育士等を常駐させた育児を行う。 親の交流や乳幼児が遊戯をできる、無料子育て支援施設、木のお家を開設している。AB 平成23年度、全国短期大学高等専門学校一覧160ページより、昭和30年度版、全国学校総覧1381ページより、昭和34年度版、総覧25ページより、1995年度版、総覧83ページより、 ハット ABC2000 年度版、総欄81ページより、ハット ABCDE、2000和歌山新愛ウィメンズジュニアカレッジ和歌山、新愛女子短期大学大学案内。教員養成家庭認定大学短期大学一覧67ページより。和歌山子育て、遊んで話して、交流短大が、支援施設解説朝日新聞。 平畑玄洋二千十五2015年5月16日。ありがとうございます。